はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。ちょっと眩しい、これぐらいかな。はい、皆さんは家事についてどうお考えですかね。まあね、家事そんなもんお母さんの仕事でしょとかね、めんどくさいから適当にやってますみたいな声が聞こえてそうなんですけども、まあ僕はと言いますとですね、まあ現在まだ仕事に行けずに家にいますので、料理以外の家事を、まあ自分の体のリハビリの一環としてね、まあ例えば掃除、洗濯、洗い物、ゴミの分別、まあこの4つだけなんですけども、まあその他にもね、お片付けとか、まあ靴を揃える、子供の傘を巻きつける、トイレットペーパーを変えるとかね、まあそんな細々としたところって、やっぱお母さんがやってくれたじゃないですか。実家とか住んでる時っていうのはね。それらを自分でやっていくと、まあ、それなりに体をね、動かしているので、リハビリになるんですよね。だから家事はね、おすすめですよ、ほんまに。まあ、続けることで、家の中のありとあらゆるところに気がつくようになりました。まあ、気がつくと言いますか、こう、なんて言うんでしょうね。気になるようになりましたね。だからお母さんっていろんなところに気がついてくれるんだと思いました。そんなお母さんがですね、家事に追われる時間はお父さんの7倍以上。というのがですね、全国家庭動向調査によるとですね、1日に家事に当てる平均時間はですね、お母さんが平日263分に対し、お父さんは平日37分と、お母さんが家事に追われる時間はお父さんの7倍以上だった。と発表されています。まあ、先ほども言いました、ゴミの分別や、まあ、その他にも食事の献立を考えるなど、毎日必要な作業、まあ、いわゆる見えない家事についてもね、およそ9割の家庭で、主にお母さんが担っていたということでございます。まあ、僕は料理は要しませんけど、まあ、それ以外のことはやってるつもりです。まあ、自分の中では、だらだらした生活をしていてはですね、職場復帰した時にフットワークが重いと、サロンワークに影響が出るのでですね、お店に迷惑がかかるので、まあ、家事と美容の勉強をね、両立してやってます。まあ、といって頑張ってるつもりなんですけども、なぜか体重、お腹周りが、最近はね、この首の後ろと背中の肉がね、どうも気になってしまってます。まあ、どうせならね、家事しながら痩せたいですよね。何なんでしょうか、わかんないですけど。ね、家事って、やっぱり痩せるには、まあ、痩せるにはね、9割食事が、原因なんで、まあ、それを見直せばいいんですけど、まあ、適当な運動もね、必要だと思うんですけども、今はちょっと運動できないんで、元気になったら運動もちょいちょいしながら、痩せることも考えていこうと思ってます。はい、まあ、といった感じでですね。このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげで、行かせてもらっているからと思っています。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんらを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では、何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴
ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。